カール・ベルナー・カール・アドルフ・ベルナーは、デンマークの言語学者。1875年に発見した、ベルナーの法則によって、現在も名が知られる。性は、ベルネル・フェルネルなどとも表記される。言語学に対するベルナーの興味は、ラスムス・ラスクの著作を読むことによって培われた。ベルナーは1864年に、大学で学習を始め、東洋語、ゲルマン語、スラブ語を学んだ。 一旦軍務に着いたが、除隊後に研究を再開した。1871年12月にはロシアに旅行し、約1年かけてロシア語を勉強した。彼の最初の学問的論文は、ナゲルラスキーアナである。同時期にベルナーはデンマーク語とスラブ書語のアクセントの研究を開始した。ベルナー本人が口頭で語ったところによると、ある朝起きた時に、ゴート語の二つの単語、 フェイターとブロスアの古今の母音の後のシーンがディートで異なる理由に頭を悩ませた。ちょうどアクセントの研究をしていたところだったのでアクセントによって説明ができるかを探求した。それでベルナーの法則を発見できたという1875年に論文を書き上げてビルヘルム・トムセンに見せた。トムセンに促され、同年ベルナーはその論文をドイツ語に翻訳して交換した。 優れた業績を挙げたにもかかわらず、ベルナー本人は、ゲルマン文見学に関して自分がアマチュアに過ぎないと考えていた。教授職への招きを断って、ハレ大学の図書館員としての仕事に満足していた。1877年に、ボップ賞を受賞したが、賞への応募にもあまり気乗りしなかった。1888年に、ようやく院外教授の職に就いた。 同年デンマーク王立科学文学アカデミーの会員に選出された。ベルナーの法則以外にはほとんど業績らしい業績を上げなかった。インドヨーロッパ祖語はサンスクリットと同様の AIU の3母音があったと古くは考えられていたが、1870年代後半になるとサンスクリットの差とかの区別について前者の母音に他の5派の E が対応することから、 サンスクリットでも古くは E のような音で前絶母音の前で K が公害化して C になったと説明され、それによって AEO の区別がインドヨーロッパ祖語にあったと考えるようになった。この転換が誰によって行われたのかは諸説ふんふんとしてわからないが、オストホフはベルナーから聞いたという。ただし、ベルナー本人はこのことについて何も論文を書いていない。 ありがとうございます。